穴八万古墳穴八万古墳は埼玉県小川町真潮にある宝墳である。一辺28.2メートル、高さ5.6メートルの二段築生の墳球と、墳球の外側は二重の周口が巡っていて、周口外縁は一辺61.4メートルに及ぶ大型の宝墳である。また、全長8.2メートルの石室が開口している。石室は全室、奥室に分かれており、 緑泥変岩の一枚遺体種を組み合わせた精巧なものである。敷石には白い玉石が敷かれている。石室下部には半築を用いた基礎工事である掘り込み事業が行われていることが確認されており、穴八万古墳の掘り込み事業は東京都府中市の武蔵府中熊野神社古墳と並ぶ約1.5メートルの深さに及ぶ入り口付近には 検事4年2月2日と刻まれている。また、漢文年間に村民がこの塚を崩し陸伝にしようとしたところ、石室が現れたのでやめたという記録が新編武蔵風土機構に残されている。1959年3月20日、埼玉県の史跡に指定。この古墳は1988年に測量調査が行われるまで円墳だと考えられていた。 この時の調査で二重修行も確認されている。出土品としては、末期、弾き、鉄器、刀装具などがあり、石質の構造や出土品などから、築造年代は7世紀後半とみられている。蘇我氏が宝墳を採用していたことにより、これに習ったものと考えられている時代背景として、白装令が出されていた時期でもありこれだけの宝墳を築造できる身分で考えられるのは、 秩父国造または武蔵国が成立した後であれば、氷の神ではないかと推測される。ありがとうございます。